会長の時間です。皆さんいかがお過ごしですか。私は今仙台市の一番町観音堂に来ています。そして一番町観音堂といったらこの人、特別会長の日です。今日はなんと特別会長の日ということでね、皆さん18日じゃないのに空いてます、うん、ガーン。石川さん、今日なんで開けたんですか。なんかあるんですか。いや、特にない特にないけど、気分でね。なんかさ、でもね、僕思うんですけど、神様の考えって人間にはわからないじゃないですか。だから人間からすると気分とかなんか気まぐれでやってんじゃないかって思うことがあるんじゃないかなって僕思うんですよ。だから石川さんがそうやってね、18日に決まってるから18日じゃなくて今日はちょっと気分でとかって、なんかやっぱりさ、ちょっと宗教的って言ったら、なんかすごい的を得てる気がするんです。で、石川さん、実は来月11月ビスターリ通じが合うかって展示をするそうじゃないですかね。ビスターリマンスリーコンサート、ね、月1回さまざまな財前を中心とした演奏家の方が、ね、演奏する。そんな中でね、アートインクルージョンの表現者たちが、毎回ビスターリの壁を飾ったりね、オブジェをテーブルに置いたりしてきましたが、11月はなんと石川聡馬さんの、一番町観音堂がつつじヶ丘に出張します。この方がね、石川さんの素晴らしい平面絵画の数々、仏画ですかね、こちらの方、何点か展示されます。おそらくですね、この観音堂はコンサート、当日のみ、仏画の方はですね、12月のマンスリーコンサートまで展示されるんではないでしょうか。石川さんどうですか。石川法然の世界とうとう、ね、音楽家とのコラボレーションが行われるわけですが、ご感想は。ご感想、っていうか石川さん、なんすかその頭にバンダナみたいなの。ネクタイです。バンダナじゃないじゃないですか、うん、ネクタイです。 なんてことしてるんですか、うん、これはあれですか、日本の正規雇用、そういったものへのなんか皮肉を表しているパフォーマンスですか。うん、そうです。ということでね、最近パフォーマンスも始めた石川法然さんです。今日のじゃあまとめの方お願いします。まあ来週も多分、まあ展示っていうか頑張ってほしいです。ということでね、これからもコロナ退散ということで、一番町観音堂ますます、お役が重くなってきます。頑張っていきましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。